イマイズミディプレゼンツ、今週の今夜も絶好調。文化放送超 A&G プラスにて深夜24時57分スタート。月曜日から金曜日まで毎日お届けしてます。プロデューサーの今泉さんがリスナーさんから届いた質問に答えたり、50人の声優の皆さんが毎週交代で出演する番組でございます。イエイ。はい、おそらく、はい、嫁に逃げられてなかったら2日前ぐらいに兄貴のが結婚しました。おめでとう兄ちゃん。おめでとうございます。はい、私新人声優の角友美樹奈です。ファントムオブキルの新章ロストラグナロクのヒロインアルマス役をやっております。一緒にお届けしていくのは文化放送とファントムオブキルの共同企画で開催されました声優オーディションの一般部門で選ばれた50人の中から、今週はこのお二人です。ファントムオブキル新章で多重人格キャラモラルト役で明るいムードメーカーな人格をやっています、桃崎彩香です。あーちゃんって呼んでください。あーちゃん、あーちゃん来た。あーちゃん同じくベガルタ役でボーイッシュな人格をやっています高倉ルミです。ルミミって呼んでくださいかわいい。あ、なんかリボンみたいな世界だね今回はさあ早速今週の質問ですが、私からいきたいと思います。今今泉さんに聞きたいこと、はい、私ファンキルの世界観がすごい好きなんですけれども、はい、あの神聖な感じみたいな、はい、モデルとなってる場所みたいなのあるんですか。場所ね、基本的にだから作るときこれは言ってるかもしれないですけど、ファンタジーみんな好きなんですよ。はい、ね、だけどファンタジーって、まあ、某2つの2大巨頭があるじゃないですか。はい、あります、ね、ドラゴンクエスト、ファイナルファンタジー。はい、だからあのドラクエとかファイナルファンタジーっぽくないものを作りたいんだよ俺は。ところがまず最初なんですよ。はい、だから中世の世界なんだけどジーパン履いてる女の子が出てきてもおかしくないようなまず世界観を作ろうっていうところがこの最初のファンキルのあれで、であと参考で読むっていうのはあんまなくて、なんかこう、はい、似てるかもしれないってやつを読んで違うっていう風にあの勉強がします。へー、そうなんですね。あれのパクリだろってやったら嫌だから。確かに嫌ですね。それでいくと、結構参考にしたっていうかあれでもいくとクレイモアって漫画は結構ファンキルと女の子が殺人兵器みたいになってて、ちょっと近い、すごい面白い漫画なんでね。そうなんですね。ぜひ読んでください。完結しますね。わかりました、ちょっと読んでみます、はい、ということで今泉さんありがとうございました、はい、皆さんのリスナーさんからの質問まだまだ待ってます。皆さんお願いします。質問はツイッターで募集中です。そして文化放送の番組メールからも応募できますのでよろしくお願いします。ではまた明日。5月病だね。